バーバリーシープは、哺乳甲牛目牛か、バーバリーシープ属に分類される、グーテ定類。本種のみで、バーバリーシープ属を構成する、別名縦紙羊。スーダン、ニジェール、モーリタニア、モロッコ以前は、アフリカ大陸北部からパレスチナにかけて分布していたと、される。体長130から165センチメートル。オナが15から25センチメートル。 肩高オス90から1 1 2センチメートル、メス75から9 0センチメートル、体重100から 145kg、全身は固く短い体毛で覆われる。頸部から肩にかけての体毛はやや縦紙状に、伸長する。顎の体毛は伸長しないが、喉から胸部、全身にかけての体毛は伸長する。 砂ぼこりが多い時にはこの頸部覆面に伸長した体毛に顔を埋め、体内に砂ぼこりが入るのを防ぐ。尾は扁平で、尾の覆面基部には体毛がない。背面の色彩は、赤褐色や肺褐色、胴体覆面や、次回の内側、四肢上部の覆面はお白色の体毛で覆われる。オス、メスともに後方から外側、下方へ湾曲した角が生え、 先端は内側へ向かう。角の表面には、あぜがあるが、成長に伴い不明瞭になる。次回は小型で細長く、先端が尖る。涙骨には、くぼみがない。前肢の手のひら基部は、高血する。オスは、拡張50から7 1ンチメートルメスは、拡張5 1トル乳頭の数は2。頭骨や角の形態。 眼下部や蹄めの間に終戦がない、乳頭数、オスが、尾の終戦から匂いを発すること、ヤギとの交雑例があることから、ヤギ族に含める説もあったが、一方で、顎の体毛が伸長しない、頸部から前足にかけての体毛が伸長する、染色体は、羊族に近いことから独立した族とされる。羊族と、ヤギ族の中間にあたる種だと考えられている。 標高950メートル以下にある砂漠や岩場に生息する。白名白母性もしくは夜行性で、昼間は岩陰や洞窟などで休む。一頭のオスと三から六頭のメスからなる群れを形成し生活するが、二十頭に達する群れを形成することもある。群れはメスが主導する。植生は植物食で草、木の葉、果実などを食べる。繁殖形態は体性。 繁殖期になると、オス同士は角を絡ませたり、突撃と回避を互いに繰り返す、儀式的な闘争を行う。妊娠期間は150から165日。主に9から11月に群れから離れ1回に1から2頭の幼獣を産む。地域によっては周年繁殖し、年に2回に分けて繁殖することもある。生後1年6ヶ月で生成熟する。 飼育下での寿命は15から24年。生息地では食用とされたり、毛や皮が利用されることもあった。干ばつ、スポーツハンティングによる乱獲などにより生息数は激減している。エジプトでは1970年代に絶滅したと推定されている。アメリカ合衆国にはスポーツハンティング用に移入され、カリフォルニア州、テキサス州、ニューメキシコ州で定着している。 スペインやメキシコに入入された例もあるが、定着せずに絶滅している。ありがとうございます。